今回は横瀬町編です。秩父市の東側に位置する、まあ、山あいの、地域になります。国土299号線飯能と、まあ、秩父に挟まれた町と、いうことです。西武秩父線、国土299号線、この辺りの周辺部、秩父市の市街地に近い部分、横瀬の地域を中心に、発展しております。西側はほぼ、山に囲まれた地域になりまして、小丸トンネル、この辺りになります。県道53号マップダウンですね、さらには、まあ、登山道とかが、舗装されています。武甲山が標高1304メートル、1000メートル級の山が三つほど、峠が850メートル、時川や、美濃の、そのあたりの周辺部にかけて林道があります。足ヶ窪周辺には道の駅、果樹公園村、このあたりの、まあ、観光的な名所はありますが、ほぼ住宅という意味ではないという地域になります。町全体的には、ぶどう、農家、この辺りが多くなっております。秩父の境からは県道11号がですね、通っております。一応美南の方にね、アクセス、できたりします。人口は、7800人、密度積160人、埼玉県の北西部に位置する秩父郡に属する町ということで、まあ、秩父県内みたいな、地域になります。武甲山の北が秩父盆地の南東の端に位置します。武甲山が産出される石灰岩工業が主な産業、横瀬駅は武甲山登山の拠点でもあり、特急列車も停車する駅となっております。町の大半は深い山地、町の北西を流れる横瀬川流域に平地、そこが役場もある、町の中心部となっております。で、横瀬の、もう駅からですね、秩父市街地がかなり近く、直線距離では 1.5 キロ程度、秩父市への通勤率 34.5% ということで、まあ、秩父県内であることが非常に、伺えるということです。横瀬村が成立し横瀬町となるという形ですけれども、合併したのがですね、足ヶ窪村だけだということで、ほぼですね、昔から形としては、残っております。足ヶ窪と、合併したぐらいですから、埼玉県県民の森や町民会館、足ヶ窪には出張所、総合福祉センター、歴史民俗資料館、超越図書館、横瀬児童館、保育所、この辺りがあります。中学校は横瀬中学校、警察署は秩父警察署の管轄となっております。交通面は、西武線、西武秩父駅、足ヶ窪駅と横瀬駅、道路は国道299号、道の駅の足ヶ窪があります。県道11号が南北の、まあ、横瀬駅から北側のかけての主要道、県道53号は山あいを抜けましてですね、飯能市の名栗の地域に、行くという形になります。観光的な名所、秩父三大、つらら、足ヶ窪の氷柱、武甲山が登山の拠点ともなっております。足ヶ窪果樹公園村、埼玉県県民の森、寺坂には棚田があります。まあ、傾斜地にね、ある稲作地ということで、あとは、まあ、各地温泉施設、があると。足ヶ窪の姉妹や、宇根八坂神社の、例大祭、この辺りが祭りとして有名となっております。地図の紹介です。古くから村としては、あったもののですね、付近の、まあ、秩父、市街地に比べるとですね、完全な山あいという形になります。ほぼですね、現横瀬の中心部以外は、まあ、このようにですね、道があるだけみたいな、形になります。まあ、現在もね、ですね、町の、まあ、住宅地はですね、西に、集中しているという形なんですけども、はい。で、まあ、この横瀬と足ヶ窪、
村だったんですけども、昭和時代には合併をいたしまして、現在の、町域となっていると。川沿いに沿ってありました。ありますね、国道が通っているという形になります。で、小丸トンネルはですね、だいぶ新しい、開通となっております。まあ、基本的には、西側ですね、西側の地域に集中しているという形ですね。北側のですね、境とかですね、まあ、秩父市の山田の地域につながっているんですけども、まあ、そこの地域にかけてですね、発展が見られるという形ですね。三菱マテリアルの工場とかもできてっていう形になりますね。で、まあ、国道からですね、県道が、まあ、停車場線みたいな形であると。で、もう市街地からもね、秩父市の市街地からもこんなに近いという地域になりますね。一応、公園を挟みまして、大勢の町になると。で、北側にか行くとまた秩父市になるということで、ちょっとややこしい部分ではあるんですけども。三菱マテリアの工場が大きくあります。で、まあ、石灰工業だとかですね、この辺りの産業が盛んだということですね。で、まあ、山あいにかけては、まあ、観光名所である武甲山が大きくそびえ立つと。で、芦ヶ熊の駅前も少しですね、住宅地はあるんですけど、道の駅とかが有名な地域になります。そして果樹公園村とか観光的な、意味で、名所が多い芦ヶ久保の地域を抜けて、国道はですね、完全に山あいを走っていきます。で、旧国道は峠越えをしていたんですけども、小丸トンネルが開通したことですね、飯能市にかけてはトンネルで、結ばれております。西武秩父線も同様に長いトンネルで小丸にかけて、行くという形です。で、県道53号の方は、山伏峠という峠越えをいたしまして、名栗の方へ、飯能市の、地域へと行きます。はい、まあ、北側ですね、観光名所ですね。このように果樹公園村だとか、まあ、果樹園ですね。で、まあ、町の中心はやはり西側ということで横瀬町でした。